皆さんこんにちは。今回は凸レンズによってできる像の作図の仕方についての解説動画です。このような作図ですね。さて、この凸レンズの作図なんですが、やり方を覚えてしまえばとっても簡単です。10分もあれば覚えることができて、何回か繰り返せば身につきます。なぜ簡単かというと、書き方がもう一つのパターンというふうに決まってるんですね。問題によって書き方を変える必要はなくて、どんな問題でもこの動画で覚えた書き方をするだけで書けるようになります。この動画では作図の仕方の解説だけに絞って説明していきます。もし凸レンズの実験の解説を見たければ、先に実験動画を見てきた方がさらにわかりやすいと思います。説明欄に載せてますので、よければ見てみてください。自己紹介が遅れましたが、自分はサワニーと言います。夢は中学理科の柱です。それでは凸レンズによる作図の解説を始めていきましょう。それでは凸レンズの作図の解説を始めていきます。この動画はこのような5章の構成でサクサクと進めていきます。では1章の凸レンズの基本というところから説明していきます。凸レンズとは真ん中の部分が膨らんだレンズのことです。このようなやつですね。図ではよくこのように描きます。そしてこの凸レンズに真横から光を当てると、このように光が一点に集まるんですね。このような光が集まる点のことを焦点というふうに言います。ちなみに真横から光を当てない場合は、このように焦点には光が集まらないので注意してください。そして真横から光を当てると光が集まるこの焦点というのは、普通凸レンズの左右にあります。焦点というのは焦げる点という意味ですね。例えば虫眼鏡は凸レンズでできているんですが、光を集めて髪を焦がして遊んだことがある人もいるかもしれません。なのでこのように光を集めて焦がす点、光が集まる点のことを焦点というふうに言うんですね。そして凸レンズから焦点までの距離、ここの距離ですね、この距離のことを焦点距離というふうに言います。焦点距離は凸レンズの種類によって変わってきます。レンズが厚いほど焦点距離というのは短くなります。はい、このあたりが凸レンズの基本の部分です。いろいろ話をしましたが、大切なのは2点です。横から光を当てると焦点に光が集まるということと、焦点と焦点距離という言葉を覚えることです。この2点を覚えて次に行くようにしましょう。2章、凸レンズの作図に必要な2本の線。では作図の解説を始めていくんですが、実際に作図をする前に、凸レンズの作図をするときには必要となる線が2種類あるんです。この2種類の線の書き方を学習してほしいと思います。作図をするときには、今から説明する2種類の線を引くだけで簡単に作図をすることができるんです。ただ逆に言えば、この2本の線の書き方がわからないと作図をすることができないので、ここの部分をしっかりと解説していきたいと思います。では線の説明をしていきます。まずは1本目の線です。1本目の線は横から焦点という線です。凸レンズに光が当たった時の光の進み方のルールとして、このように横から来た線は凸レンズに当たると必ず焦点を通るように曲がるというルールがあります。まあさっき1章でやったのとほとんど同じなので大丈夫かもしれませんが、このような感じですね。これが1本目の線になります。凸レンズの真ん中でしっかりと線を焦点に向かって曲げてください。これ本当は凸レンズのこの部分とこの部分で2回曲がってるんですが、中学生は中心で曲がると考えてもらって大丈夫です。多分理由は2回曲げるとめんどくさいからだと思います。はい、この横から焦点というのが作図に必要な1本目の線になります。まあそう言われても実際に作図で使ってみないとピンとこないと思うんですが、とりあえず今はこの横から来た線は焦点を通るように曲げるということをしっかりと覚えておいてほしいと思います。次に2本目の線です。2本目の線は中心へまっすぐです。これも凸レンズの光り方の進み方のルールなんですが、凸レンズの中心を通る光はまっすぐに進むというものがあります。このような感じですね。凸レンズの中心というのはこの部分です。
この部分を通る光はこれらのように曲がらないと考えていいんですね。これが2本目の線、中心へまっすぐです。はい、この2本ですね、横から焦点、そして中心、まっすぐのこの2本です。これだけで作図をすることができますので、しっかり覚えておきましょう。では実際に作図をしていきます。三章、実像の作図。では作図をしていきます。実像というのはろうそくから出た光がスクリーンなどに集まってできる像のことです。詳しくは実験動画の方を見てみてください。例えばこんな問題が出たとします。これが実像の作図の問題になるので、この作図を今回はやっていきましょう。ちなみにここの部分ですね、この赤い点が焦点です。そしてレンズから赤の点までが焦点距離になります。この問題では焦点距離の2倍のこの位置に物体を置きます。まあこの物体というのは矢印になっているんですが、ろうそくとでも思っておいてください。焦点距離の2倍の位置に物体があるとして、この時にどんな像ができるかというのを作図していきます。さて、どんな位置に物体があっても、どんな像ができる時も作図の仕方はいつも一つです。先ほど学習した2本の線を引くだけです。まずは横から焦点の線を引いてみましょう。一つだけ注意事項ですが、この物体の先端ですね、この先から線を引くようにしますので、これは間違えないでください。このように横に線を引いて焦点に向かって曲げます。ちなみに少し長めに線を引くのがコツですので覚えておいてください。これで横から焦点の線は OK です。さっきやった通りですね。では次に2本目の線、中心にまっすぐという線を引いてみましょう。引く場所はこれも同じで物体の先端から引いていきます。そして先端から凸レンズの中心に向かってまっすぐ引くだけです。はい、これで2本の線を引くことが完了しました。2本の線が引けたら、次にやることは2本の線が重なっているかどうかをチェックします。はい、重なってますね。この部分です。2本の線が重なっている場合は、重なっている部分に向かってひっくり返さに像を描けば作図の完成です。2本の線が重なった点に作図で作る像の先端が来るようにして、ここの部分が像の根元になります。ちなみにこの本体と逆方向にできた逆さまの像のことを実像というふうに言います。実験動画を見た人は分かりやすいと思いますが、ここの部分にスクリーンを置くと実像がくっきり映るということなんですね。はい、これが実像ができるパターンの作図でした。ちなみに焦点よりも遠くに本体がある場合は実像ができますので、余裕があれば覚えておくとこの分野が得意になれると思います。では次です。4章の像ができない場合の作図を見ていきましょう。はい、このように焦点上に物体があると像ができません。まあ何度も言うように作図の仕方はいつも同じなので、とりあえず作図をしてみましょう。まずは2本の線を引きます。1本目は横から焦点ですね。この線を引いてみます。物体の先端から横向きに引いて、その後焦点を通るように曲げます。少し長めに引きましょう。はい、これで OK です。次に中心に向かってまっすぐの線を引きましょう。物体の先端から凸レンズの中心に向かってまっすぐ引きます。はい、これで線が引き終わりました。さて、ここで2本の線が重なっているかどうかをチェックするんですが、2本の線はどのようになったでしょうか。これは線が交わっていませんね。2本の線が平行になっています。平行ということは、このまま線はどんなに伸ばしていってもこの先交わることはないということです。線が交わらないので像はできないという結論になるんです。この線が交わらなければ像はできないということをしっかり覚えておきましょう。そして繰り返しになりますが、物体が焦点上に置いてあるときは像ができない
そういうことは知っておくと便利です。はい、では最後に五章の巨像の作図というところに行こうと思います。この焦点よりも内側に物体があるときは巨像という像ができるので知っておくといいと思います。しかしどんな場所にあっても作図の仕方はいつも同じ2本の線を描くだけなので、どんどん進めていきましょう。まずは横から焦点という線を引きます。物体の先端から横に引いて焦点を通るように光を曲げます。このようになりますね。そして次に中心まっすぐの線を引きます。物体の先端から中心に向かってまっすぐに引きましょう。はい、2本の線はどのようになったでしょうか。2本の線は交わっていませんね。交わるどころか線と線の幅がどん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 離れていっていますね。なのでこれは像はできないという結論になりそうですが、そうではないんです。ここで裏技のようなものが発生します。この2本の線が離れていく場合は裏技が発生して像ができますので、注意して覚えておきましょう。どんな裏技かというと、この2本の線を逆側に伸ばすんですね。逆側にもこのように線を伸ばしていくと、なんとこっち側で線が交わるということが起こります。なので交わったこの部分に像を描きます。そしてこの場合は逆さまではなく普通の向きに像を描くということを覚えておいてください。この像のことを巨像というものになります。虫眼鏡を覗いた時に拡大して見える像、あれが巨像になります。そして繰り返しになりますが、焦点よりも内側に物体があるときはこの巨像ができるということを覚えておくといいでしょう。はい、これで作図の解説を終わります。ポイントは作図の仕方はいつもワンパターンということです。2本の線を引くだけです。横から焦点と真ん中まっすぐ、この2本を引くだけでいいんですね。そして引いた2本の線が凸レンズの向こう側で交われば、これは実像ができますし、2本の線が平行であれば像はできません。最後に線と線が広がっていく場合は逆側まで引っ張って伸ばせば、そちら側に巨像ができるというのがポイントでした。これをしっかりと覚えておいてください。はい、これで凸レンズの作図の解説を終わります。今後も学習に役立つ動画を投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。あと、サワニーは中学理科の柱を目指して頑張っていくので、応援してくださる方も高評価やチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。最後にリクエストやどんなことでもコメントもらえるととても嬉しいのでお待ちしております。リクエストは要望に答えられるかわからなかったり、投稿がすごく遅くなってしまったりするかもしれないんですけれども、できればできるだけ答えようと思いますので、どんなことでも書いてみてください。それでは皆さん、体調に気をつけて勉強頑張ってください。さようなら。